今日は公園で遊ぼう、かくれんぼしよう、かくれんぼしたい人集まれって、じじいばっかり集まった。なんでだよ。僕も仲間に入れてよ。誰だ。うわ、青鬼だ。嫌だと言いたいけども何されるかわかんないし仕方ないか。じゃあまずは鬼を決めよう。じゃんけんで負けた人が鬼ね。じゃんけんポン。僕が鬼か。じゃあみんな隠れて。1、2、3。なんか後ろに殺気を感じるぞ。怖えな。あ、なくなった。9、10。もう1回。もういいよ。みんなどこに隠れたんだろう。うわ、頭むき出してる。公園のタイヤに隠れきれてないよ。頭でけえから見つけるの簡単だな。みんな見つけたけど、ジジイが一人だけ見つからないな。ジジイだったら僕の口の中に隠れてるよ。どこに隠れてんだよ。そして食べられた。よし、もう一回やろう。あんまりやりたくねえな。じゃんけんポン。また僕が鬼か。じゃあみんな隠れて。1、2。また殺気を感じる。こいつ俺のこと食おうとしてんのかな。あ、なくなった。9、10。もう1回。ギャー。なんかジジイの悲鳴が聞こえたぞ。さあみんなどこに隠れたかな。なんで細いとこに隠れんだよ。隠れてる面積の方が少ないってどういうことなんだよ。またジジイが一人見つからない。悲鳴も聞こえたし、また食べられたのかな。あと一人ならお尻に隠れてるよ。どこに隠れてんだよ。そしてケツに食べられた。ケツに食べられたってどういう状況だよ。さあもう一回やろう。もうやだよ。3分の1で食べられるってことだろ。じゃんけんポン。今回は青鬼が鬼か。もともと鬼なんだけどね。なんやかんやあって5分後、結局見つかっちゃったよ。あれ、ジジイがいないけどどうしたんだろう。ジジイなら食べちゃったよ。最初に見つけた人を食べていいってルールだよね。そんなルールねえよ。じゃあもう一回やろう。じゃんけんポン。じゃんけんまでの流れ早えな。そして青鬼が鬼だから最初に見つかったら食べられる。こいつより先に見つからないようにしないと。こいつ何かやろうとしてる。頭を地面に叩きつけた。なぜこんなことを。あ、タイヤのモノマネをしてるのか。てっきり頭打って自殺しようとしてんのかと思っちゃったよ。あいつすげえな。死にたくないと思ったらあそこまでできんのか。じゃあ俺だって穴掘ってそこに入って上に土かけて口だけ出して息できるように。頼むからあいつより先に見つからないでくれ。うわ、なんか苦しい。口から息できないぞって。口の上でノグソをするな。危なく窒息死するとこだった。見つかっちゃった。ってことは僕食べられるのかな。最初に見つかってたら食べられるのかな。君は2番目だから安心して。さっきの子を食べたよ。じゃあ最後のかくれんぼ行こう。もう一回やったら僕食べられるじゃん。全然安心できないじゃん。じゃあ行くよ。じゃんけんポン。僕が鬼だ。こうなったら青鬼を探さずに家に逃げよう。じゃあ隠れて。1、2。すげえ殺気を感じる。もう食べられちゃうのかな。あ、なくなった。よかった。10。もう1回。もういいよ。よし、青鬼を探さずに家に帰ろう。ただいま。あ、さっき怖すぎておしっこ漏れそうだったんだ。トイレトイレトイレ。うわー、よくここに隠れたってわかったね。いただきます。食べられる。皆さんさようなら。チャ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